音素文字は、表音文字のうち、音素が表記の単位になっている、文字体系のこと。音素には、母音と子音があり、それぞれが字母を持ち、それらを組み合わせて、発音を表すことで言語を表記する。ただし文字によっては、子音の字母しか持たないものや、母音を子音の字母への就職によって表すものもある。音素文字の例としては、アラビア文字、レーバナーガリー、ラテン文字などがある。 音素文字に対して音節が表記の単位となっている表音文字体系を音節文字と呼ぶ。音素文字をさらに細分してアブギダ、アブジャド、アルファベットに区分することもある。この区分は EN、ピーター T ・ダニエルズが提唱したものである。欧米では音素文字一般を俗にアルファベットと呼ぶことが多い。現実には人工言語を表記する場合は例外として 音素文字での表記でも、言語の発音に正確に対応するとは限らない。これは、多くの場合、言語の発音が音韻変化によって変わってしまっても、文字の表記は変化しないことによる。例えば、現代英語のないととないとは、発音では区別されなくなっているが、文字の表記は異なる。このような綴りが放置されることは、形態素同士が発音だけで、 区別できなくなる不便を補っていると考えられている。また、文字の種類が発音の種類に完全に対応していない場合もあり。例えば英語では母音が14種類存在するが、その母音の数に対応する数の文字は存在しない。一方で現代ドイツ語のように、正しい綴り方を規定し、ウムラウト記号の負荷によって発音に対応する母音の種類を増やし、 表記と発音の一致に努めている例もある。ダニエルズ、ピーター・ T& アンド・ブライト、ウィリアム、ザ・ワールズ・ライティング・システムズ、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、P4、ISBN0 から19から50万7993から0。ありがとうございます。